はい、どうも、トラです。ということで、今回は新しく出たモード、超連戦バトルについて、まあ、解説しながらやっていきたいと思います。ということで、僕自身はもうすでにね、100回まで来てしまっているんですけども、そこまでに至るまでの進め方とかも含めて、まあ、いろいろね、お話ししていきたいと思います。ということで、まずこのモードなんですけども、まあ、一応、多分、あと19日と書いてあるので、20日おきぐらいに、まあ、20日おきてか、3週間おきぐらいに出るのかな？きっとそんな感じで更新されていくと思いますが、石がね結構もらえるみたいなんですよね。700個ぐらいもらえるみたいな感じで確か乗ってたので、まあ基本的にはまあ安定してね毎シーズンクリアするためにやっていくべきかなとは思っております。でしかもあとね少し優しい仕組みがあって、これ一応バトル A ってところを押していくと、あ、やばい、ネタバレしちゃったうん、ごめんなさい、ちょっと今一瞬映っちゃったんですけど、まあそこはさておき、まあ一応こんな感じで特攻キャラとかが用意されていて、相手は紫のジレンだけですね。他にもいたっけ。あ、こんな感じで言いますね。まあ、そこまで。まあ、ベジータはめちゃめちゃね、これ変わるので、持ってる方はね、普通にベジータ使えば何の問題もなくクリアできると思うんですけど、あと一応ね、まあ、こう、黄色17号だったり、シャンパーだったりっていうところは結構強く使えるかなというので、ここは参考に組んだらいいかなと思います。で、一応このバトル、こう、バトル開始っていうところを押すと、はい、こんな感じでクイックバトルというのが出るんですよね。これ一応70回以降からはね、もうね、使用不可になるので、僕はもうこれ使用できないんですけど、そこに至るまではこれをチェック入れて、準備完了ってとこ押すと、勝手にね、なんかガシャコーンってやって、10秒ぐらいで試合が終わります。なんか知らないけど、自動で試合が終わります。感覚としては力の大会みたいな感じで、普通にね、ガシャコーンだけで終わるので、まあ、そんな感じで僕の場合はもう69回まで、クイックバトルのこの範囲内までは普通にクリアできました。参考までにクリアした時のパーティーは画像で載っけておきます。まあ一応ね、僕キラベジを持ってたのでそこまでいけたのかなとは思いますが、他のまあそれこそそういうキャラを持ってない方で適当にね、まあ普段 PVP とかで使っているようなパーティーでまあ突撃してて60回とか普通にまあ50何回まではクリアできましたみたいなね、そんな話も聞いたので、基本的にはそこら辺まではクイックバトルでささっと飛ばせるかなと思います。以降についてまあ普通にクリアできなくなってからについてはまあ普通の試合としてまあポチポチポチと選んでやっていくと良いかなと思います。はい、ということで、まあ、そこまででね、とりあえずクイックバトルについてと、普通にね、まあ、こんなパーティー組んだらクリアできますよってところのお話と、あと一応まあ期間ごとに来るものなのでクリアできた方がお得ですよってところで説明できたかと思います。うん、まあ続いては普通にね100回、うん、一番難しいステージをクリアしていこうかなと思うんですけど、今回ね一応まあキラベジとか僕普通に連れてきてやってもいいんですけど、まあ全く問題なく多分クリアできちゃうと思うので、そういったキャラを持ってない人向けに2パーティーね、まあ、完全無課金で、戦えるパーティーと、あとはまあそれ以外で非常にね強く使えるようなパーティーがあったので、それらでやっていきたいと思います。ということで、はじめは今出ているこのスパサですね。普通にまあバダーを用意して、あとはねリミテッドの青ブロリーとかでもいいし、まあ赤ゴジータとかでもいいし、対 CPU 戦については本当にね泥足というところがねかなりね強いので、まあ泥足を持っているスーパーサイヤ人とバーダック組み合わせてあげて、あとはね別にこの黄色の落ち葉フご飯、こいつが泥足つけてくれるので、まあこういったキャラをね、ついてくると非常にやりやすいかなと思います。ちょっと事故っても、こいつでね、最悪攻撃受けてもらって、落ちてもらって、みたいな感じで使えるので、まあそんな感じでね、まあ普通に、まあ適当にある程度組んでも、泥足持ちがいればクリアできると思うので、そんな感じでまずやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ別に何でもいいな。何でもいいな。これで行きましょうか。行きましょう。はい、お願いします。ということで、CPU 戦の立ち回りなんですけど、まず自分から一切攻撃しません。まあ、一切というのは、まあ、語弊があるか。うん。まあ、基本的には、普通に街の状態になったら、相手の攻撃は待ちます。で、回避したらすかさず、射撃アーツを撃つか、あるいは、単発打撃を入れてから、何かしらのアーツを撃つ。これで、大体相手に回避されずに、攻撃が決まるので、それをね、ひたすら繰り返していくと、気づけば終了する、というモードになります。あとは、ステップ、普通のね、まあ、ステコンだったりフルフォースブーストといったねテクニックがあると思うんですけど、あれをねもう一段階ぐらい貯めたりしても普通にねCPU って避けてこないので、基本的にコンボが一段階外れてまあ当てていくとまあ普通にねコンボ稼ぎやすくてまあさらっと終わるかなっていうところですね。泥足持ちがいるとそれこそね気力が尽きるまで無限にコンボがつながったりとかするので、そんな感じでねやれるので泥足のキャラはおすすめですよっていうところですね。はい、ということで長くなったのでこう。まあ、いいか、これめんどくさいから先切っちゃおうか。はい、唾液しかないので、とりあえず、単発いなして、で、ジレンは、なんだっけ、アーマー持ちなので、普通に唾液から入ります。はい、で、これ、外してます。
で一応これ、なんだっけ、場に使った後のキャラとかだったら、前にちょっとゆらりとしてからやるといいかなと思います。後でちょっとやりますね。うん、とりあえずまあ繋がるところまでこのままやっちゃいましょう。はいはいはい、もう楽勝ですね。スパサがね、やっぱりね、これ CPU 戦とかのモードだと非常に強いんですよね。で、ライジング溜まってるんですけど、もう一回、まあ、バダーから始動して、この後にもやりましょうか。はい。はい。で、手繋げてって、はい。もう一枚引けるかな？あ、引けた。OK。で、これちなみに、これ必殺とか打ってからのライジングも大体当たります。大体というか、避けられたことないですね。はい。そんな感じで、まあ、とりあえず、バダの今 CM 乗っかってるので、結構効くと思いますね。ほいほい。ほい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 。ほい、さっと。いいね。で、あとゲージ5。もう半分以上削りましたね。あ、これはもう普通にね。普通の試合でもわかると思うんですけど、まあ、反撃取れますね。あ、今2段階外れてましたね。2段階外れてもうこうやって繋がりますね。もう一回やりますか。そんな感じです。あ、間違えた。ちょっと待って、怖い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 。うん、まあいいや。まあ、手で繋がったんで、よしで殴っていきましょうか。ちょっと2段階外してもいいかな。うん、いいでしょう。多分入ると思います。ほいほいほい。うん、このままもう押し切れるかな。はいはいはい、余裕ですね。殴ってて、もうバダもこれ、ね、ドル速2段階ついてるのでコンボが止まりませんね。はい、これ回復も入れて、もう1枚あーつ打ったら、あと究極でいいな。ほい。で、これ足りなかった時用に、まあ一応射撃押しといてもいいかな。あ、足りましたね。ということで、あっぶない、あと少しでクリアしきるとこあったということで、さっきのね、試合、敵倒した直後に、タスクキルしてギリギリね、クリアする直前に戻ってきて、途中からの試合開始しますかをいいえにして戻ってまいりました。危なかった。これクリアするとね、そのままね、もうね、できなくなっちゃうので、無理やりね、ごめんなさい、CPU 戦なので切断しました。はい。許してね。はい、ということで、次は完全無課金パでやっていきたいと思います。おそらくですけど、このご飯、これね、なんだっけ、マスターズパックと2、3だっけ、まあ、そこら辺に入ったと思うので、少なくともね、母体で持っている方はいるかなと思います。で、まあ、持ってない方はそうそういないんじゃないかな。初心者さんの方でもほぼほぼ当てれてるとは思うのですが、持ってなかったら、まあ、適当なキャラにしてください。はい。ということで、持ってたら、まあ、適当にこいつ入れてあげて、最悪ね、受けさせて、その泥足を与えた後2体で殴る、みたいな感じで。まあ、基本レジェロですね。レジェロのこの、まあ、2体については、全然ね、今、もう無理無料でね、作れるようにイベント常設されてるので、まあ、ない方は普通に作りましょうということで。で、あとの、まあ、3体についてはこれ適当です。もう、なんでもいいです。適当に、まあ、攻撃系のアビワクのキャラでも入れとけばいいかなと思うので、そんな感じで入れてみてください。ということで、どうしようかな。まあ、普通にこうでいいかな。こんな感じで開始してやっていきましょうか。まあ、とりあえず、泥足持ちがいれば、全然、あとね、CPU 戦の立ち回りさえ分かっていて、という方は、100回までね、クリアできますよ、というのをお見せしていきたいと思いますが、お見せできなかったらごめんなさい。ちょっと怖いのが、こっちのキャラがね、死んで終わることはないと思うんですけど、上の、あれですね、カウントが足りなくなる可能性とかはあったりするので、そこだけが怖いなってとこです。はい。とりあえず、適当に、まあ、ちょっと一段階外しながら、つなげてって、気力がないので、これ終了。あ、こういうタイミングですね。相手が打撃アン振ってきた後って、大抵ね、なんか一泊置いて、うん、謎行動してくるの、謎行動っていうか、なんかアーツ打ってくるので、まあそこにね、合わせると良いかなと思いますね。はい、切って、とりあえず必殺まで打って、ライジングはまだ打たないでおきましょう。一応、レジェル悟空で打ちたいのでね。はい、止めて、まあ打撃でいいかな。あ、ドカバキになりましたね。たまにこうやってドカバキとかになったりするので、そこは要注意ですね。下手くそですね。よかった、勝てて。たまにこれ負けるんですよね。はい。あ、普通に繋げちゃった。やべ、ミスった。危ない。お、なんだと？なんだと？やってきたな。これ繋がるでしょ。OK。はい。いい火力。これもう一発繋がるな。
はい、ここら辺でいっちゃいますか。で一応今場にないので、これが終わったらまあトランクスチェンジでいいかな。トランクスチェンジ避けてまた単発入れてアーツつなげるみたいな流れで、うん、ワンチャンミスったら、うんと未来ご飯、黄色未来ご飯に変えてまあ落としてもらうみたいな、そんな感じでいいかな。メイン来ちゃうか。いやちょっと怖い、その接近は怖い。接近されたら単発しましょう。たまになんか謎の回避を見せてきたりするので、そうしたらね、アーツもらっちゃうんでね。あ、で、こういう時ですね。さっきの試合見せなかったんですけど、バニがない時は、ま、適当にこうやってちょっとゆらゆらするといいです。はい。これ繋がりますね。ちょっとさっき最初の1回ミスりましたね。はい、こんな感じで。よし、オッケー。全然カウント内いけますね。はい、単発入れて。射撃でいいかな？うん、アーマーで突っ込んでこないでしょ。でこれ外れてるけど、ドッカン忘れてなかった、ごめんなさい嘘ついた。はいはいはい、やってて、もうこれ全然究極圏内までいけるかな。はい、2段階やって、一発やっていいでしょう。これ多分落ちると思うので打っちゃったんですけど、ほいさードン、楽勝ですね。ということで、こんな感じでクリアできますよ、という試合でございました。はい。で、一応100回目クリアすると、なんかこんな感じで画面が出てきて、全階層、はい。刺してください。うん、刺してください。本当にごめんなさい。で、一応押すと、まあ、こんな感じでね、最上階へ到達おめでとう。次のイベント開催をお待ちください。ということで、石合計700個を獲得できました。ということでしたね。はい。ということで、まあ、飛ばせる段階までは適当にね、まあ、ブーストキャラとかを入れて飛ばしてしまって、あとはこんな感じで、まあ、泥足持ちを基本連れてきてあげて、あんな感じの立ち回りすれば、まあ、ノーダメクリアとかも全然できたりするので、そんな感じでやってみてください。本当今、まだ始めたばっかりの初心者さんとかでも、うん、なんて言うんだろう、コンボつなげるときの、まあ、ゆらりぐらいができればいいかな。普通に前にちょっと接近して、圧つなげる。あれぐらいができていれば、まあ、全然ね、クリアできないことはないの、ないんじゃないかなとも思うので、まあ、レジェロ悟空ぐらいはね、確保しないといけないので、そこはね、ちょっと大変ですが、確保した上でやったりすると良いかなと思います。シャロットとかも一応ね、ゴッドシャロットであれば、特殊で泥足をつけれたりするので、まあ、そんなやつでもいけなくはないかなと思いますが、それこそね、ちょっとカウントが足りなくなったりする可能性もあるので、まあできるだけねレジェロ悟空とかがいると、まあベストかなと思うので、まあそんな感じでね獲得してやってみるといかがでしょうか、というところで今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。